ロープロファイル、アリス配列の、オシャンなキーボードを作ってみたわ。また、オシアなキーボードを作ったわね。ちなみに、アリス配列って何ぬねのアリス配列ってのは、中央でいい感じに斜めになっている、キーボードのことをアリス配列って呼ぶみたいよ。あえんで、アリス配列のいいところは、分離型キーボードじゃなくて一体型キーボードなんだけど、いい感じの角度がついているので、 キー入力をするときに手首の負担を減らせられるんじゃないかなって部分ね。人間の両腕は離れた位置にあるから、中央に寄っているキーボードだと、角度をつけた方がキー入力がしやすいってことね。そういうこと。で、このキーボードも一般的なアリス配列のキーボードと同じく12度の角度がついてるわ。素敵やんじゃじゃ、ここからは、 このキーボードのこだわりポイントを紹介するわね。お願いするわ。まずまずまずず。このキーボードはめちゃ薄く作ったわ。あえ、すっごい安い。キースイッチの高さを含めなければ厚さ7ミリとペラッペラよ。アームレストが必要ないくらい薄く作ったわね。そうそう。で、次が市販で売られているアリス配列のキーボードって下の方がが尖っていて、この部分で、ね そうそう。これって、まあ、ミニマルっちゃミニマルで、悪くないんだけど、デファクトスタンダードのパームレストって、だいたい長方形じゃないそうね。この角度がついていると、どうしても既存のパームレストを使うときにしっくり来ないことが、多いと思って、プロトタイプキーボード06は、長方形のデザインにしたわ。優しみが深いわね。あとはまあ、スペックとしては、 ホットスワップ対応で、ロープロファイル。ロープロファイルというのは、薄いメカニカルキースイッチのことです。キースイッチは、個人的にロープロファイルで一番おすすめな。カイルのゴースと、リニア軸を使っているわ。接続方式は USB Type-C の優先接続ね。次がキー配列ね。キー配列なのだけど、これもまあ、こだわって作ったわ。こだわりがなければそもそも、 キーボードなんか作らないものね。ポイントは、左右スペースキーの間にファンクションキー。あとは、右側のここにグレイブキーが入っているわ。このキーボードはファンクションキーがない。60%キーボードなんだけど、大抵の60%キーボードって、グレイブキーとエスケープキーが共用なんだけど、エスケープが独立して欲しいと思っているから、ここにグレイブキーを入れたわ。あとは、無変換。 変換キーが、ここに入ってるわね。Mac の場合は S、かなキーが入ってます。んで、ここからが素敵ポイントなんだけど、このキーボードは Windows で、ShiftJIS 環境でも、記号通りに記号が入力できるわ。さっさと ShiftJIS 以外の、入力方式を作れよ案件で。Apple はとっくに修正済みよ。まあ、そんな感じで。 Windows の JIS 環境で英語配列を好んで使うヘッズにとって既存のキーボードでは記号が正しく入力されないって不具合が出るんだけどこのキーボードは動画のように内部プログラムをおまんじゅうが最適化して作ってくれたから日本語環境でそのまま使えるわおまんじゅう様様ね次がキー入力について解説するわチェンジキーを長押ししながら こことここをクリックすると、Windows、Mac の切り替えができるわ。これは終わりがたいわね。次が、キーカスタマイズ方法について解説するわ。やり方は、まず GitHub から、ViaJSON、ファイルをダウンロード。次に、リマップのサイトに飛んで、キーボードを接続。で、画面の通りにクリックして、 プロトタイプキーボード録を選択。この画面が出たら、さっきダウンロードしたファイルを突っ込めば OK。あとは、この画面でお好きに、カスタマイズするといいわ。とりま、超絶おすすめな、キャプスロックとコントロールを入れ替えてみるわ。 こんな感じでやって、最後にフラッシュをクリックすれば完了。超絶簡単にキーをカスタマイズ可能よ。レイヤー0が Windows。レイヤー1が Mac ね。レイヤー2が Change キーね。他にも様々なカスタマイズが可能よ。この辺はリマップ使い方でくくると、サンプルやできることが増えると思うわ。で、ファンクションキーの入力方法なんだけど、これは Change キーを長押しすると、 1>, 1からマイナスまでの上段のキーが各ファンクションキーになるわ。このあたりはデファクトスタンダードな60%キーポードと同じね。あとはホットスワップにも対応しているからクリッキーだったりタクタイルが使ってみたいなら自由にカスタマイズ可能ね。ちなみに打鍵音はこんな感じよ。 まあ、こんな感じで、アリス配列使ってみたいなって思って、作ってみたんだけど、おしゃれに作れたと思うわ。市販のアリス配列と比較しても、左シフトを小さくしたりして、コンパクトに作られているし、控えめに言ってもると便利だと思うわ。ただ、欲しいキーキャップがなくて、両方のスペースキーの記号が合わなかったり、1ユニットのウィンドウズキーが、なかったりと、このあたりはこれが限界よ。 それを除いて、とっても薄いし、デザインもかっこいいし、素敵だと思うわ。ふふ。ありがとうちゃん。ハエガカちゃん。